今日は私の普段のお仕事風景を紹介したいと思います。私の仕事のモットーは自由にクリエイティブに、最高のチームで最高な商品、コンテンツ、ワクワクを世の中の女性たちにお届けすること。経営を始めて今年で17年目となりますが、最初は一人でマンション一室からビューティーサロンをスタートしました。徐々にメニューが増え、仲間が増え、店舗が増え、その後に商品開発、イベント企画、講演、執筆、アカデミー運営など、年々やっていることは時代に合わせて変化してきていますが、伝えたいこと、届けたいことは昔と今も全く変わりません。今日は11冊目となる新刊の撮影を、素晴らしいオーシャンビューのゲストハウスで大好きなスタッフ、チームメンバーと一緒にできて最高に楽しかった。大好きで信用する人たちと一つのものを作り出していく過程が最高にエキサイティングでたまりません。いつも周りからは遊びのような仕事だねって言われるけど、それだけ仕事を楽しみ尽くしてるっていうことだと思う。だってこっちが楽しんでないと受け取り手にワクワクって届けられないよね。